はい、じゃあよろしくお願いします。今回は小学校5年生の算数帯グラフと円グラフ丸1についてお送りします。で、こっからがこの帯グラフと円グラフについてやっていくんだけど、一応ね、丸3までやる予定です。いいかな。で、テストの時とかもよくね、出てくるとこなんだけど、やり方さえ覚えちゃえばすごく簡単です。特に丸1のこれはね、簡単なのでサクサクいきましょう。で、問題が1から8まであるので、できそうな子はね、ぜひね、もうチャレンジしてみてください。でね、まあ厳しそうな子は後で一回説明聞いた後に自分でやってみてね、お願いします。では、行こうか。これね、書くの超辛かったんだ、これマジで。で、多分ね、メモリが見えると思うんだけど、見えなかったらちょっとあの YouTube の画面大きくして見てみてね。これちょっと細かいんでね、お願いします。じゃあ、行くよ。で、まず帯グラフと円グラフ、本当はね、ポイントで書きたかったんだけど、あまりにもちょっと大きくなっちゃったんで、ごめんな。この横に伸びてるこれ、これが帯グラフです。で、下のこれが円グラフって言います。で、目盛りが必ずついてて、これが帯グラフはね、0から100まで、まあ 0% から 100% って意味です。で、円グラフは0スタートで10、20って一周してきたゴールがまた100になります。いいかな。で、あとはまあこれを読んでいくだけなので、サクサクっといきましょう。まずね、こっから1番、それぞれ全体の何パーセントって、まずサッカーから、サッカーここでしょ。で、どうやるかっていうと、数えるだけなんだよこれ。サッカーいくで、10、20、30でここでしょ。30、1、2、3、4、5、35だから、そのまま35でパーセントをつけてくださいごめんね。で、野球、野球はこれよく間違うのが、ここって55なんだよ。そうすると55って書いちゃう子がいるんだけど、野球のスタートここだからね。だからこっから数えていくつかっていうので数えてください。で、5、10、15、20なんで、野球は 20% で、今度唐揚げだねごめんね、ちょっとむせして。で、唐揚げここにあるので、スタートがここでしょ。で、ゴールがここ、数えます。5、10と1個いってるんで 11% で、ラーメン、ラーメンここだから、ちょっと細かい、見えるかな、見えるかな、ラーメンここから数えてもらって 1、2、3、4、6、7、8 8% です。っていう感じで、こんな感じね、本当に数えるだけでしょ。で、今度ね、こっちの問題、あー難しそうやなーって感じもするんだけど、全然難しくない、本当に簡単なんで、いくよ。まず野球ねごめん、なんか喉に詰まってしまった。野球は全体の何分の1っていう問題で、野球ってさっき出したね、20だったでしょ。で、ってことはちょっと上書くよ。20は全体の何分の1って聞かれてる。で、大事なのは全体って何って言われると、全体って100なんだよ。あれだよ、一番最高で 100% だからね。ってことは20は100の何分の1って聞かれたら、答え書くときね、こう考えてください。100、まあいいか、このままで100分の20って考えます。いい？そしたらそれ約分していく、みんな約分知ってるからね。で、約分していくと0切りして10と2で約分すると5分の1、ね、これ答え、簡単でしょ。だから次も一緒で、唐揚げは全体のおよそ何分の1で、唐揚げさっきやったよね、唐揚げね、唐揚げ11で、全体が100なんでしょ。ってやると、普通にやるとね、100分の11だと。ってこうなの。でね、ちょっとここで注意があって、今ね、この2個の問題見た時にちょっと違うの気づいたかな。これさ、およそが入ってるの下で、みんながやってる、みんなが使ってる教科書、
とか経度計算ドリルっていうのは多分ねこの問題が多い。およそで、このおよそが出てきた時はちょっとした工夫が必要なんです。どうするかっていうと、実はね100分の11って約分できねえんだよこれ。でも何分の1にしなさいって言われてるから1にしなきゃいけない上で、やべえとどうするかってなった時に、これね上の数字をちょっといじります。11から近い数字でキリがいい数字に変えるの。もう一回言うよ、11を近い数字、11に近くってキリがいい。だから例えばこれ10だよね、こうやって変えちゃっていいんです。そうすると10と1って0切りするとさ、もろに10分の1でしょ、こうやってってなるじゃん。だから答え書くときにおよそ10分の1って書いて、これで丸になります。このおよそっていうのが入ってた時はちょっと数字をいじってください、自分でやりやすいようにね。でもあれだぜ、11なのに20とかに変えるのよ。もっと近い数字でね言ってね。そしてならカレーライスはラーメンの何倍って聞かれてます。でまずカレーライス出してないから出そうか。カレーここだもんね、0から始まってここまで40か。だから40はラーメンあったね、8だね。こう40は8の何倍って聞かれてるから、きっと暗算できる子ももういるよね。でもちゃんとやるとしたら、40は8の何倍っていうのは40÷8を計算するから5だから、答えは5倍となります。いいね。そして最後、ハンバーグはラーメンのおよそ何倍、来たね、およそね。ちょっと工夫してね、ハンバーグでしてねえか、行こうか。ハンバーグこっから数えるから5、10、15だね。でラーメンはあるね、あっちね、8のおよそ何倍。だから普通に式作っちゃうとちょっと疲れるね。したらいいか、15÷あ、落とした、8はになるんだけど割り切れないじゃん。で、なんかさ、どっちかをいい感じに数字変えたら割り切れるの分かるかな。これさ、15を1個だけ増やして16にすると 16÷8 で2になるでしょ。だからこれでいい、そんなに離れてないからね、大丈夫です。で、これで答えはちゃんとおよそ2倍と。ちょっとまあ、上上がっちゃったけどごめんね。っていう風にやってみてください。いいかな。これがまずね、帯グラフと円グラフの一番最初のやり方です。いいかな。では今回はね、小学校5年生の算数、帯グラフ円グラフ ① についてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次は ② です。今度はですね、自分でこのグラフを作ります。いいかな。で、きっとね、このまま使います、もう一回。もう一回書くの辛いんで俺。いいかな、エコでね、もう一回使わせてもらいますけど、もしよかったらね、そっちも見てみてください。それでは、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。